勝てると思うんだけど、絵に対して、うん、その2枚がやられた時にちょっと嫌だから。確かに、うん、キャミだったら多分インフィルも戦えないことない。うん、アドンだと多分夢ないけど、うん、あ確かにそこら辺だよね。なんかやられそうなキャラで出てくる人ってどこら辺なんだろうな。かなりテイロン、ホーキー、サガとユンで、うん、すごいバランスいいと思います。うん、そうだね。うまっ。やるやん。いいよ。もういい。あー、終わった。裏投げ強えな、しかし裏投げね、これやばいな。これがやべえんだ。ちょっと裏投げ強すぎるよね。そう、裏投げはね、まずいよ、これ。いや、ストライクからの直投げがマジでやばい。あー、強いね、あれ。あれ、本当に強い。あれ、うまい人結構使ってるけど。お、先生。もう受け取れません。やるやん。まあ、やっぱチームとしてキャミーがいると、まあやっぱ出しどころとかでもさ締まるよね。うん、そう、選べるキャラだし、まあ別にどこで出てもいいっていうのもあるし。ダーヨシの先方サガット結構強かったからな、フランスで。先方サガット、先方、違う、先方キャミーだ。あー、とりあえず出てっていう感じで。あー、からあー、そういうのあったか。だっておととしダーヨシさん優勝してるもんね。確かに。あ、そっか、そうだそうだ。それを考えるとやはり、まあ、この動きを見てからするか。おいしい。あ、これがそこのミスか。これでもさくらでも同じだから。まあ、しかもさくらの方が絶対ミス多いからね。さくらの方がミス多いから。まあそうだね。ただフォローフォローは表なんじゃないか。まあ、キャミーはそう目押しミスから、うん、フォローができない時もやんなきゃいけないから。さあ夢のお時間。まあまあまあ、まあ、問題は、まあ、うわあ、やる。あ、ここね、バグステウルコンなんだけど、そうだね、ちょっとちっちゃいですよ。ちっちゃいです。俺とレスチーク、俺もう出たね。配信中に対戦する時はもうこのちっちゃいです。でもちょっと増えたしね、みんなそれぞれアドン戦に対して自信もついただろうし、なんか認識は確かに変わったよね、すごい。いい色だ。まあ、他人対策も進んだっちゃ進んだけど、やっぱ見えない置き攻めとかが強力だからね。こんなコスチュームあるんだ。すごい弱そう。お？うわ、マジ？あ、まあいいんすよ。リスクないよ。いい。これはこれ厳しいし。おお。あ、違うんだ。多分鬼。鬼は違う。いいよ。ああ、いい感じだな。鬼ボリ押しですわ。ああ、いい。あ、あ、先生。早かった今中盤押すのが。お、最後スカウト。最後スカウト。いや、中達今のまさか。多分ね、大達であれだって、その前のプレー最後の一段前で立ちガードだったから、うん、鏡でもね、今もすげえいいところで立ちガードしたっていうだけじゃないのか。やったね。なんだけど気をつけないですね。いいよ。ゴムもやべえよな。あー、これはもう安定でいこうよ。うん、え、おそこで、ほらこれ大会であるのかな。これ大会であるの仕方はさすがに。おお、やべ、いけ、なんだこれ、焦点か、さすがに。いや、EF ショーだとお互い使うのかな。 EF ショー、頭、お互い使ってこっち角配入れられると思う、うん、マジか。
やべ、ちょっと暴発するんですよ。大会中勝ちばっかりのってありそうなもんなんですか、テラは。うわーおいすー、うわーすごい左足で飛び起こられた。あっアッパーが出ないね。これは慣れっすね。慣れ、こういう、あ、うわぁ、なにこれ、うわぁ、うわぁ、なんだこれ、演舞始めたぞ、これ、うわぁ、もう価値格だったんだぞ。いやでも慣れてます、今こんな感じで負けて、桜はかなり温めてたんで、俺もまだ必要なスキルは全部揃ってます、一応最大とかも取れるからね、道具は確かに張り手などの中足ずつと当たるんでしたっけ。なんか慣れてそうだもん相手もほら案外ね、これねきついわ。じゃあもう玉からきついんですよ。これきつそう、確かにきつそう。もう鬼は玉が届かないことがちょっと弱いけど、本田は関係ないからな、この位置で。あー、マンダない、ないわ。あそこのミスをするのはないわ。うまい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 、腰を取り返しに来た、マンダ。おいしい、おいしいよ。あ、うまい、いいね、うまい、魂の頭突き、いいね。お、いいよ、いいね。おはっ、出た、マンダ先生勝ちに行った。すごい恥ずかそうな動きだった。貪欲です、なんか最初は真面目にやるんだけど、これやべえと思った瞬間大事っすよね。これおお、いいコパ、コパ張り手、おいい、コパ張り手できる、歩いたね今。負けてる、いい、いい、いらない、いらない、いらない、うまい、これ待ってでいいんじゃないの。うわぁ、おいしい、えぇー、すごい、メイケン少ないな、本当に少ないね。うわぁ、負けた、あぁ、来たー、顔出しじゃい。いや、マンダ先生あるんちゃいますか、これワンちゃん。マンダ、信頼度が低いんだよな。信頼度、うん、信頼度がちょっと低いな。どうですか、バレるの待ってんのかもね。最近でも4号組あんまないから、ないね、5号組で、うん、ね、結構モサの方は全然のことが多い。これカメラ対応、これで何が、何がでいいんだろう。あれだね、駒投げで芸者なんだよ、これ COD 確定だよね。あー、どうなんだろう、確率は何なの。いや普通だろ。見た、うわー、ちゃんが気持ちよくなったかな。おっ、おお、うまいねー、やるやん。マンダの選択肢の少なさが多分窮地に追い詰められた時のやることのなさ、分かんないんじゃない、もしかしたら。ごまちゃんの選択肢結構しっかりやってくるから。おー、いいよ、いいよ、うまい、うん、今のいい、今のマジうまい。はい、夜まだ頭突きでしょ、頭突きだね。うわあ、頭突きやった、マンダ。いや、タイミングがねちょっと難しかった。確かにね、ちょっと難しいね、うん、今マンダ先生ワンチャンあるのこれねえけど、いや今のもう相当だったぞ。ホンダが採用されるのはよっぽど鉄板の試合やってくんないぐらいで無理だよ、ね、残念ながら今回チームがどんなチームが来るのかよく分かんないからな。確かに、あったあったあった。でもまあやっぱ有力どころで来そうな人個人は分かってるから、例えばね、ゲンとか、ゲンに行けるキャラとかはやっぱ欲しいんじゃないのかなって。先生あるね、あるね、
ある。あるね。あるな。まあ、ゲンだったらな、ゲンに標準を絞るんだったら、まあいいんだろうけど、本当に。他に全く勝てなさそうだからな。アメリカ勢に、かなり、ね、チャンスないからな。あちなみにルーパスとかどう？ルーパスか、あったな。ルーパス、え、対ルーパスってことでしょ？あ、ルーパスってキャラ、あ、マゴルーパスってこと。いや、きついでしょ。サムの中じゃ、強い方だけど、2番目ぐらいに強いよね、ルーパス使いが多いからな。キャラ的にいらないんだよね、ルーパス。向こう慣れてるだろうし。ホンダルファーズはホンダ結構いけますよ。ただやっぱ向こうが上手いんで、そう、ジャスティン・ニッキーはそこまで有利ではないよね。よし、おお、そう考えるとやっぱり、あー、危ねえ、よく飛んだお前。やっぱ勝ちに行くんだったらキャミーになっちゃうかな。まあやっぱキャラの強さは大事ですからね。わあ、はい、もうマンダはいいです。なんだお前そうやって、ちょっと否定が入りすぎだろ、さすがに。です。俺と喧嘩したいの？いや、まだいっぱいいるよ、俺の。マンダもういいよ。まだいっぱいいるから。もうマンダ飽きた。あ、そう、僕くらいで済むんちゃうか、ね、キャミとかは？キャミも…いや、無理だろ、キャミ飽きらって。キャミはきついな。空中くらい。え、何者？やってね。あんなのあんの？あれ、ちょうど同じフレームに当たったら。あの当たり方はまあたまにありますね。だるこいつ。早っ。だる。はい。マルーパスなし。ちょっと待って、1回目で決めんなよ、お前。それ。1回目ってか1ラウンド目だろ。逆に、俺らで序盤頑張って選択肢を残すっていうのもありかもしれない。あ、対策用に。そのなんか海外の大会って、うん、本人が出るまではキャラ教えなくていいですっていうのが多かったから。そういうルールなのね。前回フード出てないし、だからフェイロンが出てないんだよね、うちのチームね。そう考えると、そう、最初に決めたキャラをずっと使うってやつなんですよ。まあ、他の人が倒していかなきゃいけないってなると、まあ、先方俺だよね、多分キャラ的にまんべんなくいけるのって下がっ、そうじゃないか、大木とかじゃない、大木はここ一で残したいでしょ。まんべんなくいけないだろ。前より全然勝てずに終了してる。マイソンね。マイソンって面白いね。これね、勝っちゃうもん、これさすがに。まあそうだよね。6目くらいの、うまい。あれ書いてると怖いんだよな、見たら。おおおお、アグレスも慣れてる感じですか。あそこ3フレアバでやりたいんです、ね、あ、いや、まだ死なない。残る。キャミ残るんだ。いや、合計は残るんだよ、たぶん。あー、ほんとだ。やっぱ900すごいな。別に餌与えたつもりじゃねえんだからな、こっちも。勝手に餌だと勘違いしてパッコンし始めるから。危なかったね、お前。
うまっ。大佐結構うめえな。え、キャミー9号でしたっけ。え、900でしょ。900っすよ。え、9号なの。え、9号じゃないでしょ。え、9号嘘でしょ。ちょっと忘れちゃったよ。9号、あ、そうなんだ。マジですか。うわおい、やって。あ、これは9号。これ9号なら残るんじゃない。いや、残んない。9号ならさすがに分かんない。でも9号生からだろ。そう、忘れてたね。うわこのキャラ9号だったよ、体力。9号キャミー、それはすごいな。うん、まあ、確かに次回は900だろうな、きっと。さすがのシンクロも900になったからね。え、ってことは今までずっと9号ってことでしょ。いかないかな。そうだよね。これはまずいな。もしくは豪気が900になるか。ならんよっていうところかな。それはならんよ。豪気はどうなるんだろうね。まあ、なんか大発注目がなくなるみたいな話は出てる。これまずいよな。うわ、うまい。うわ、こちらの買い方しっかりしてやがる。この読み合いは。うわぁ、うわぁ、うわぁ、冴えてる。あぁ、ごめん、今度は。あぁ、読み合いで勝てないね。あ、うまい、うまい、うまい。しっかり CO でいい。いや、これ真ん中やっぱ。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。なんかあれ、PP 超下がってんだけど、この人。確かに。バイソンはね、ミスが絶対少ないっていうのはあると思うんですよ、うん、やっぱ やることが、ね、簡単だよね、うん、単調だから上目指すとやっぱミス多くなってくるよ。あ、そう、うん、難しいキャラだよね。難しいね。安定して勝つのは特にバイソン、よっぽどね、立ち回りとかしっかりしてないと。この組み合わせはね、サブキャラでやってる人は無理だと思うんだよね。どっちだ。バイソン、バイソン。あ、結構大変なはずだから詰めないと。まあ確かに。俺でもスーパーの時に埋め替える対策でバイソン使ったけど。はそれ間違いでしょ。でも本当に出た最初だよ。あ、まあいけないんだけど。あ、結構、うん、まあまあまあ思ったよりは、うん、いけた、うん、思ったよりはいけた。バイソン、バイソン。ストフォーの頃からガイルがその勝負できる少ない数のキャラも、この人結構エスパー入ってますよ。うわー、なえる。うまい。そうだね。次は。そうだ。うまい。うわー、ドンピシャすぎるな、さっきから。あー、うまい、うまい。これはダイヤシプライ。うわー、うめえな。レバガチャがうまいね。いやいや、あのガチャした後ちゃんとガードしなきゃいけないから。そうそう、いや、地味にむずいと思う、うん、あのテクニック。バイソンして慣れてるな、うん、この方はもうガイル一筋でずっとやられてる方じゃないですか。でもなんかすげえ、こんなテクニシャンなイメージはあんまり今までの展開では、うん、そうだね。やっぱニーバズーカの、ニーバズーカのイメージがすごいありますよね。あったんですけど、見てからウルコンとか。ここはね、ガードで一回ガードしのごう。あ、こっからっすよ。いいね。あ、止まった。うわー、はい、うん、使っていく。まあ、ガイルにはなかなかね、玉抜けとか難しい。うん、うわー、タチパンで割ろうとしたが。あー、いい、これは素晴らしいやん。ここ積みです。ソニック見てから EX 出すと、EX 出す、お手本みたいな。バイソンあるか、これ。うん、